スクエアエニックスプレゼンツアバランチスタジオ制作ジャストコーズ3ジャストコーズ3は陸、海、空と1000平方キロメートルを超える自由な世界が広がるオープンワールドゲーム。豊富な種類の武器、ガジェット、乗り物を使いこなし、欲望のままに破壊衝動を満たすことができる。リコ・ロドリゲスが母親の母国である地中海の美しい島国メディチ共和国をリラベロ将軍の独裁政権から救うために帰ってきた。権力に取り憑かれたリラベロによって圧政を敷かれたメディチ、国民への弾圧、巨大な軍事施設、そして強力な国防軍、小さな島国が持つにはあまりにも大きな力だが、リラベロにとってメディチは始まりに過ぎない。彼にとって世界征服こそが究極の目標である。リコは美しく平和であったメディチを取り戻すため、あらゆる手段を用いて将軍の軍隊と軍事施設を壊滅へと導く。リコのトレードマークでもあるグラップリングフックはあらゆる状況で活躍。高所への移動手段として、武器として、あるいは爽快なアクションを演出する仕掛けとして、そして複数本の展開が可能となったグラップリングワイヤーが破壊と混乱をさらに加速させる。またワイヤーの遠隔操作機能が追加され、パワーと汎用性も向上。乗り物を起爆剤として使用、燃料タンクに敵をくくりつけ、ヘリを地面に叩きつける、対象物に取り付けて引き裂いたり、鉄球を作り出して振り回すなど、可能性は無限大だ。パラシュートは安定性が増し、より戦闘向きに。片手または両手武器を使った高精度の射撃が可能。グラップリングフックとパラシュートを組み合わせた斬新なド派手アクションは他のゲームでは決して体験できない。さらに新しいウイングスーツがかつてない爽快感を実現。空を自由自在に滑空することができる。扱い可能な武器も多種多様。マシンガン、ライフル、ハンドガン、グレネード、ロケットランチャー、そして無限の C4 爆弾。銃撃から爆破までスタイルはプレイヤー次第だ。メディチには80種を超える陸、海、空の乗り物が存在。スポーツカーから戦闘機、モンスタートラックにトラクター、どれもが緻密なディティールで再現される。数多くの細かいパーツで構成された乗り物が爆発と同時に飛び散る様子はまさに圧巻。ビル、基地、ガソリンスタンドなどでも独自の物理シミュレーションが大暴れ、想像を絶する大破壊が繰り広げられる。これら要素はゲームのミッションを通して遺憾なく発揮できる。将軍の勢力基盤を崩し町を解放していくことで、新しい乗り物や武器、反乱軍の力を利用できるようになる。リラベロにバレた、大軍を送り込んでくるぞ。さらにジャストコーズの世界はコレクタブルとチャレンジが盛りだくさん。ハイスコアを目指してフレンドと競い合おう。王道のレースやミニゲームに加え、ウイングスーツコースや破壊チャレンジなど種類は豊富。クリアすればリコの能力や乗り物をアップグレードすることができる。1000平方キロメートルを超える美しい地中海の楽園を舞台に、自由自在、縦横無尽に破壊の限りを尽くす。ジャストコーズ3に常識はいらない。必要なのはカオスのみ。混乱と破壊、再び。2016年1月21日。